こんにちは、こんばんは。今日も楽しく枕目編みをさせていただきたいと思います。ご一緒にどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はですね、以前にもう一度送っております、実行一緒にご一緒しましたこのタイプの枕目編みのちょっと細めバージョンで色違いをやっていきたいと思います。はい、それではですね、まず今回はライトグレーとそして赤を使ってみたいと思います。同じ寸法になっております。そしてワンタッチの留め具と D カンの代わりの丸カンで、こちらまずいつものようにパラコードの場合はこれ 2.4 ミリの丸線です。パラコードの場合はちょっと端の始末をしといた方が楽に作業が進みますので、端の始末をします。で、まず端の始末の場合、そうですね、まずこの芯を取りましょう。2本を1本にする場合、芯を取り除いてゴロゴロしないようにしたいと思います。赤い方の芯とグレーの方の芯、よいしょ、あら硬い、こう出して、しごいときますね。で、あとこちらの両もう一つの端の方はちょっと炙るだけにしてほつれ止めにしときます。ああ、そっか。そうですね。ほつれ止めだけ簡単にしときます。そしたらですね、今度これを1本にしたいので、まずは、このどちらでもいいんですが、片方を少し穴を大きくしておきたいんですね。ですので、ちょっと芯、太めの芯のあるものを何か何でも代用していただいて構わないので、まあ、火を当てても別に変化が起こらないものに限りますけども、で、ちょっとちょんちょんと押さえてほつれを止めて、穴を大きくしておきますね。こういうふうに。そしてもう一方の方の芯抜いた方、これを温めて溶かします。ちょっとここがね、溶けてる間に差し込みたいんです。で、少しグレーの方にもちょっと火を当てて溶かしを溶かしたら少し確認丈夫にするためによし、はい、これで止まりました。これをね、こうやってつけてもいいんです。こうやってつけてもいいんですけども、もうちょっと安心できるようにちょっとゴロつきましたけども、差し込んだ赤が少しポタポタと丸っこくなっちゃったから少しゴロつきましたけど、これをできるだけ隠すようにして進みたいと思います。で、そうしましたら、まずはまずどちらか、グレーでも赤でもどちらか、これ真ん中に置くとこれがやりにくいので、
まずはどちらかを引っ張って固まってる方を裏の方へ回っといてもらって、でこうCふうにして D 管入れて、失礼します。カメラの位置を動かします。そしたらこれを反対側に行きたいので、これを外します。これを外しますね。で、赤いのが右側、グレーが左側。これがねじれないように気をつけてください。表を見て、赤いのとグレーと出します。で、何センチかここで決めます。私は今日も25センチぐらいにしようかと思いますので、まあ、25センチのつもりでこのロープのカットしていますので、25センチってことは、ここは芯は26センチ取るつもりで、1センチプラス1センチということで基本的に考えておいてください。はい、こんなもんですね。そうしましたら、さて、これからちょっとややこしいんですが、これはですね、まず1回目は安定、どうしましょうね。安定させるためにこれをやるかな。まずこの、今これ2本通ってますでしょ。これをね、ここに4本並ぶようにしたいと思います。これだとちょっとガタガタゆるゆるします。ですので、下から入れたロープが上に出ました。上に出たの端っこに出してください。長い方のロープを、芯ではない方のロープを真ん中に入れたら横に出してください。横に出したら今度は下から入れます。ちょっとこれでは弱かったです。もうちょっと固くします。で、あんまり膨らまないように平らにします。で、下から入れます。やっぱり芯が邪魔ですね。芯が邪魔ですね。ちょっと待ってください。これまずここ芯切り落とします。そして、温めたら、ペンチでぺったんこにしちゃいます。で、これを上から入れて、最初に芯を作るのに下から入れましたから、これは今度は2度目の場合は上から差し込みます。
差し込んだら下からこれを入れます。これも下から輪の中くぐって出てる感じですから、同じようになるように今編みました。でこれを結ぶと、よいしょ。でこれも内側に入れて外側に出す。こうなりますね。そしてちょっと片側に寄ってもらうんですが、口がね窮屈なのでぐんとこう寄ってもらわなきゃいけないので、ちょっと先をもっと細くしたいと思います。できるだけ細くして少しでも頭をが出てもらわないと困るので、これはちょっと芯を抜きます。どうしてもこの芯が燃えませんので溶けてくれないから、芯は抜かないと細くならないんですね。なんか溶けついちゃってるのかしら。この芯を抜いておきます。できるだけ細くなっといてもらわないと困りますから、でこれをしごいておきますね。しごいたらさらにここちょっと半分、三角形に半分ほど切って、細く細く、はい、細くして、で片っぽにギューンと寄ってもらって穴をできるだけ大きく出して上から入れる。あらら、やっぱ細いのは入るけど太くなったらキチキチですね。そしてこういうふうに引っ張ってもらって、でねじれも直して、どっちねじれてんのかしら、かなり窮屈ですね。ちょっとよりが出てきたようです。でもう一つ上のパーツでもよかったですね。今これ10ミリなので横が12ミリのパーツでもよかったと思います。そしてあとこれを隣のグレーの長さと揃うように芯の長さを揃えます。ちょっと赤い方が短いです。はい、こんなもんですね。はい、でこれを両方しっかり締めて、はい、こういう風になりました。表を出して、若干赤が、はい、ではこれでいつものごとく蒸しピンで留めます。蒸しピンで留めます。
指でやると皮膚貫きそうなので、硬いもので3箇所やるとしっかり落ち着きますね。はい、これで芯ができました。そしたら待ちください。まずは準備が整いましたので進みます。では表を見て、でこの赤いのを、ポイントにして模様を出していきたいと思いますので、まず赤いのを U 字形に曲げたら、このグレーの間、グレーの下に行くように差し込んでください。そしたら今度はこのグレーが反対側に行きまして、この赤い輪っかをひねったところの、ひねってこのひねった輪の上からこういうふうに来ます。これをこういうふうに引っ張りますね。引っ張りまして、しっかり収めたら赤を引っ張ります。こういうふうに赤のポイントの周りをグレーが囲む感じになります。そしたら今度、今グレーの下に今出してますから、赤いの分かりますかでしら。でこれを今度は、これちょっと邪魔、U 字にしてこの間真ん中に差し込んで下になるように出します。こうなったらこの輪っかを立てます。立てたらグレーの、立てた輪の、輪のグレーはここから差し込んで一番上に来ます。どこよりも一番上に乗せます。これの状態で引っ張っていきます。でしっかりはグレーを締めましたら赤を締める。こういうふうに赤いのがポコンポコンって出てきます。はい、そしたらまた同じことを繰り返し、赤いロープを下に差し込み、この輪を立てて、グレーは斜めに切って、斜めに切ったら上から差し込む。で締めたら今度は赤いのを締める。同じことの繰り返しになります。はい、上から差し込む。グレーを引き締め、グレーを引き締め、赤を引き締め、ちょっと芯をまっすぐさせます。で今度また赤を曲げて、赤を通したらグレーを斜めに走らせて、上から、赤の上からグレーを通し、
こういう感じですね。で、グレーを締める、それから赤を締める、こういうふうにポイントとなる赤がポチンポチンと出てきます。だからこうどっちの色をこの赤のタイプのにポチンポチンと顔を出せるかによって、また雰囲気がね、同じ色を使っても雰囲気がまた全然違った雰囲気になりますよね。そこら辺がちょっと枕目の面白いところ、楽しいところですね。模様の出方が、あのロープの作業の役割を変えるだけで全然違ったものになってしまう。待ってください。こっちに来てもらった方が、まずこうして、はい、これの繰り返しです。あの地味な感じになったり、明るい色味になったり、模様の色の出方でまた明るさやら雰囲気がまた変わりますね。こんな風にして、あの行き止まるところまで編み進んでください。こうして輪っか持ってグレー引っ張るとやりやすいですね。で、ここ根元持ってこれを引っ張る。力の加減が同じような感じになります。こうやって進んでいって、ここの行き止まりまで進んでください。はい、ここまで行き止まりまで編み進みました。で、あとは始末に入ります。ではこちらを向きを変えて、今ここのパーツが2本だけになってますので、もう1本ここに隙間をやはり埋めないとグラグラしますから、これは今この編み終わった状態、こんな状態なんですが、これを後ろから裏からこちらに通します。そして輪カンの方へ行きます。はい、通しました。で、こちらも同じく片側に傾いてもらって、後ろから入り輪カンに通します。はい、で前表を見るとこんな感じになりますね。これで4本並びます。はい、そうしましたら、今度は、今通したここですね。この足を、後ろに、余ったロープを後ろに持ってきて、こちらもです。こちらも、余ったロープを、後ろに持ってきて、で、引っ張ります。しっかり引っ張りますね。そう、首の安定が良くなりますね。隙間が埋まりましたので、安定が良くなりました。これをしっかり引っ張って、後ろで通して溶かしつけます。ではこれをそれぞれに今芯のグレーの芯が通ってるところ、同じところにこれを間に、この間に通します。こうしっかり結んでしまってるので、ちょっときつめになりましたが、こうして通します。2本一度がちょっと力がいるようだったら1本ずつでも
構いませんので後ろに通して、まあ、4段ぐらいやっといたら安心かと思います。赤い方も赤い方に通すのも、あの枕目編みの道具がちゃんとあるんですね。あるんですが、別にまあたくさんねお使いになる方は持っといた方が面倒がなくていいかもしれませんけども、かぎ針でも別に不自由はないので、私は紙かぎ針を使っております。この時に上の方をすくうようにしてください。今これで3本目、3段目です。これで通りました。はい、通りましたね。そしたらいらない余分なものをカットします。これで大丈夫ですね。はい、突っ張ってはいないようです。でカットに入ります。はい、カットしました。そしたらまたここの留め付けをライターで炙ります。ちょっとこれを顔を出して溶かしやすいようにします。反対側にこう向けるとちょっと飛び出ますので、炎がここだけに当たりやすいです。ですぐ押さえつける。では隣も行きます。押さえつける。まあ、別に当たり、ここちょっとここが尖ってて当たったら皮膚が痛そうなので丸めます。大丈夫かな。はい、これで完成しました。またこれね、この分は これと同じ編み方なんですけども、これ太いロープだけで編んだやつ、これは細いロープ 2.4 ミリの細いロープだけで編んだものです。
幅も違いますし、色を2色でやるとこういう感じにもなりますから、全くね、全編み方を練りたくて全然イメージが違いますよね。ここに出てくる色をこのグレーと逆にしてやると、またグレーがポツンポツンと出るような形、またそれはそれでまた感じが変わってくるかと思います。こんな風に枕目編みって使う色を結び方でどっちの色をどうするかでまた全然印象が違う楽しみ方ができます。はい、それでは今日はこちらのご案内をいたしました。それでまた次回の、またご視聴楽しみにお待ちくださいませ。本日ご視聴いただきありがとうございました。